さん、こんにちは。37歳の若さで急逝した木村拓哉氏。輝かしい野球人生、選手、監督はもちろん、ファンからも愛された選手でした。惜しまれた早すぎる死でした。しかしそこに残されたのは、選手時代のファンを魅了した功績の数々と、その意思を受け継いだチームメイト、奥様と幼かった子供たちが懸命に生きた日々がつながっていました。今回はアフターストーリーでもある、木村拓哉氏が死去されたその後、そして残された家族の現在についてご紹介させていただきます。木村は県立宮崎南高校から1990年のオフにドラフト外で日本ハムに入団しました。高校時代は遠投 120m、 通算35本塁打の強肩強打の捕手という触れ込みで活躍し、プロ野球界から注目の存在でした。そして1990年にドラフト外で捕手として日本ハムファイターズに入団すると、1992年には強肩と俊足を買われて外野手に転向し、1994年のオフにトレードで広島へ移籍しました。この移籍が木村にとって大きな転機となりました。当時の広島外野陣は前田智則氏、尾形光一氏、金本智明氏ら逸材が多く、外野手では出番はどうしても少なくなるため、二塁手、遊撃手にも挑戦することになり、後にユーティリティプレイヤーとして貴重な存在になりました。そんな木村の内野コンバートを当時の三村敏行監督に提案したのが一軍守備走塁コーチだった高城信弘氏でした。高城氏は、ショートは野村健次郎の後ろが誰もおらん、外野は谷も守備要員はいたんでね、ダメ元で足もそこそこ速いし肩も強いんでって、ミムさんもええよって言ってくれたと語り、1997年からスイッチヒッターへと転向すると、故障で離脱の多かった野村氏のバックアップとして遊撃を任される機会も増え、そこから活路を見出していきました。こうして地道に出場機会を増やしていくと、2000年には136試合に出場し、2003年まで4年連続で130試合以上に出場を果たすなど、チームに欠かせない存在へと成長していきました。さらに木村の活躍は瞬く間にプロ野球界に広まっていき、2004年には持ち味のユーティリティ性を買われてアテネオリンピックの日本代表にも抜擢されました。日本代表に選出された理由としては、登録できるメンバーが少ない五輪という大会において投手以外の全ポジションをこなすことができるという希少性が高く評価されての選出でした。そしてその後は広島で徐々に出場機会が減ってきた2006年に出場機会を求めて他球団へのトレードを志願し、シーズン途中に巨人へと移籍しました。出場機会を求めたトレード志願だったにもかかわらず、移籍した巨人は巨大戦力なのは言うまでもありません。しかしその巨人に移っても木村の器用さは重宝され、当時監督を務めていた原辰徳氏からの信頼度はかなり高いと言われていました。移籍後は2007年に113試合、2008年には124試合と3桁の出場を記録しました。また2009年9月4日のヤクルト戦では緊急キャッチャーとしての出場もしております。当時の巨人の正捕手といえば阿部慎之助氏でしたが、この日は先発のセス・グライシンガー氏と相性の良い鶴岡和成氏がスタメンマスクを担当し、阿部氏はファーストで出場していました。しかし7回表の守備から阿部氏が退き、8回裏には捕手の鶴岡に代わって木村が代打で出場したことで、9回表の守備からは唯一の控え捕手だった加藤健がマスクをかぶりました。試合は同点で延長戦となり、11回裏に入ると途中でマスクをかぶった捕手の加藤に対し、ヤクルトの5番手高木が投じた139キロの速球が頭部に直撃しました。突然のアクシデントで加藤は負傷交代。加藤のアクシデントで捕手を使い切ってしまった巨人は12回の攻防、そこには防具をつけた背番号0木村氏の姿がありました。異様な盛り上がりの中で始まった12回の守りは、フォークに定評がある豊田、左腕の藤田総一、野間口隆彦、このタイプの違う投手3人をうまくリードし無失点で切り抜け、結果的に引き分けに持ち込みました。この木村の活躍ぶりには原監督は感情を抑えきれずにベンチから飛び出して木村の背中を何度も叩き、大きく手を叩いてその奮闘ぶりを称賛しました。原監督は、困った時の拓也頼み、あそこは託すしかなかった、冗談も言えません、よく救ってくれたと感謝の言葉を述べました。また解説席の山本浩二氏からも大興奮で、大したもんだ、涙出たぞと声をかけられ、ありがとうございますと笑みを見せました。しかし木村は、そんなことよりもっと早く僕がチャンスで打っておけばねとコメントを残し、
まさに木村氏の人柄が現れており、木村拓哉という選手が尊重される試合となりました。こうして2009年までプレーして現役を退くこととなりましたが、かつての強肩強打の捕手はプロの世界では俊足と強肩を生かしたユーティリティプレイヤーへと転身し、18年のキャリアで通算1523試合に出場し、チームを支える存在としてプロ野球の歴史に名を刻みました。木村は手にしたタイトルはありませんが、球界屈指の名バイプレイヤーとしての活躍を見せ、皆さんの記憶に残る選手でした。現役引退後は木村氏に対し信頼度が高かった原氏の強い要請で巨人の一軍内野守備走塁コーチに就任しました。しかし就任後の2010年4月2日、予想もできなかった事態が起こりました。木村はマツダスタジアムでの広島戦前のシートノック中に突如倒れてしまいました。倒れた原因はくも膜下出血と診断され、緊急入院となりましたが、この時すでに意識はなく、4月7日に容態が急変し、5日間一度も意識が戻ることなく、37歳という若さで4月7日に帰らぬ人となりました。悲報に涙を流した原監督は受け止めきれずにいる姿を記者たちの前であらわにし、奇跡を起こしてほしいと。しかし叶うことはできませんでした。原監督の提案で行われた二塁守備位置での黙祷で、みんなで拓也の名前を呼ぼうと話し、心の底から拓也と叫び、その叫びに首脳陣選手も続きました。そして木村の追悼試合が4月24日の巨人対広島戦で行われ、試合は巨人が1点ビハインドの8回に一死満塁で代打として谷義智氏がコールされました。木村とは同学年で、アテネ五輪でも一緒に戦った関係の谷が代打出場でした。そんな谷にとって最高の舞台が整い、原監督も絶好のタイミングで代打を送ると、直球をフルスイング、打球は左中間席に飛び込む満塁ホームラン、さらに通算1928安打のヒットメーカーのキャリア唯一となる満塁弾でした。オリックスに入団し、扇明氏からヒットを打ったぐらいで喜ぶな、お前はそんな選手じゃないと言われてから、グランドで感情を消した男が天に向かって両手を突き上げ、お立ち台では号泣しました。またこの日の午前中には都内でお別れの会も開かれ、原氏が弔辞で号泣、一部抜粋してご紹介します。私はスポーツマンには素直さ、朗らかさ、謙虚さが大切だと思っています。君はそれを持ち合わせていました。君が現役を引退した時、私はコーチとしてそれを若い選手に伝えてほしいと思いました。あの時私と君は拓也、日本一、いや世界一のノッカーになろうなと誓い合ったな。それはもう叶わない。でも君の精神は私たちの心の中で間違いなく脈打っています。もちろん君が愛する子供さんたちの中にも同じです。君はこれからも私たちと共にいます。東京ドームの君のロッカーにあった 84TKIMURA のネームプレートは今監督室の私のそばにあります。一緒に戦うぞ拓也、ありがとう、さようなら拓也。試合前の始球式は木村の当時10歳の長男浩輝くんが務めました。この時浩輝くんは原監督には、巨人は君を待ってるから、谷には拓の代わりに頑張れと言われたそうです。この浩輝くんも父の背中を追って野球をしていました。幼い頃から父は憧れの存在で、その背中を追って小2からソフトボールを始め、父のかつての本職捕手をやりました。中学では野球部へ入部し、廿日市校では二塁三塁ショートを守り、再び捕手転向を勧められましたが、膝を痛めて手術、松葉杖生活を強いられた9ヶ月間のリハビリを経て、最後の夏は5番一塁で出場しました。父と同様、浩輝くんはユーティリティプレイヤーとして高校野球で活躍しました。その後は広島工大に進学し、建築関係への就職を考える一方、プロへの夢をつなぐため野球を続けているそうです。もしプロ野球の世界に行けなくても社会人野球を続けていくと語っていました。妹の伊吹さんと弟の俊夫くんはバスケットボール中心の生活を続けており、父拓也氏から常に言われてきた最後まで全力で一生懸命を体現し、それぞれの道を歩んでいました。広島、巨人、そしてアテネ五輪で日本代表にも選ばれた貴重なユーティリティプレイヤー木村拓哉氏の輝かしい伝説と、
37歳という若さで亡くなった後の家族の現在についてご紹介させていただきました。木村拓哉氏の最後まで全力で一生懸命というのは、木村氏が亡くなった現在もしっかりと子供たちに引き継がれ、その思いを未来に届けて進んでいました。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。